オースティンに入ってくるときには一応、まあ、僕日本人なんで、はい、そういったガイドラインとか、ああマスクしてやんのかと思ってマスクも大量持ってきて、はいはいはい、でまあそれちゃんとやってたら中入るとあれみたいな感じでみんな誰もしてないし、まあ、マスクしてない人が多い中で自分がしてるとこの人はなんか事情があってマスクしてるのねっていう、なんかマスクしない方がお客さんも寄ってきやすいんだろうなっていう、まあ、そこが大きなパラダイムシフトというか、うん、まあ、大丈夫かなってちょっとした不安は呼びますけど、まあ、でももう大丈夫だと思う、はい、全員がそうだろう。そうですね、ジャパンがそのマインドに行き着くにはあと5世紀ぐらいかかりそうなんですけど、どうしたらいいですか。はい、こんばんは、ウィークリーお茶屋のお時間です。というわけでサウスバイの、お、なんかブーっていったぞ。できた、あ、やったー、よいしょ。さあ無事に抹茶ができましたので、はいはいはい、抹茶を注がせていただいてね、よいしょ。皆さん覚えてます？空前抹茶出てくるの2回目ですよ。皆さん、あのウィークリーお茶屋オタクの人は、あの第3期だったかな、第2期だったかな、シーズン2か、あ、シーズン3で突然抹茶を僕が飲んでるシーンがあるんですけど、その時に動いてたハードウェアがこいつでございますと。というわけで、今日はあのサウスバイサウスウエストを裏で、実はあのオースティンでやってるんですけれども、今夜のゲストをご紹介しますと。米国法人ワールド抹茶インク創業者 CEO の塚田英二郎さんです。どうも。どうもこんばんは。はい、こんばんは。バチ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 、お元気ですか。はい、元気にやっております。はい、塚田さん実は僕の高校の先輩で、あの高校の先輩先輩つながりのなんかあのつながりでつながっていたんですけれど、実は前にあの空前抹茶持ってきていただいてですね、でなんかちょうど今年も私毎年サウスバイ出てなんかやってるので、なんかやれるかねと言ってたら、なかなかあの国外に私スケジュールの都合で出るのが厳しそうになって、ちょうどね今朝とか昨日とかオンラインで配信させていただいておりました。というわけで、あれ、塚田さんのセッションはどうでした？僕ちょうど昨日禅とお茶に関するセッションをやりまして、本当大好評で、うん、あ、よかった、まあ、深い関心のある人々に来ていただいて本当にいい時間を持つことができました。、まあ、サウスバイで禅とお茶に深い関心を持つ人たちは、はい、多分なんか深くディープなあの何かをお持ちな方が多いと思うんですけれども、で、ではところで、そうですね、どこからご紹介させていただこうかな。塚田さんの経歴や活動、あ、そうですね、まあ、このお茶マシン何なのとか、サウスバイって何って方のためにさらっとおさらいします。スライド行ってみましょう。はい、サウスバイサウスウエストって何ですかって、まあ、毎年3月に、ね、テキサス州オースティンでやってるところで、まあ、ここから出てきた有名なサービスのツイッターとか、そうですよね、確かね、違ったっけ、なんかそんなところとかが出てきたりとかしたことがございます。1987年にインディーズの音楽祭として初開催された以降は、なんかテクノロジー、音楽、映画、いろんなものを巻き込みながらですね、わけのわからないものがひたすら出てくるという、はい、あのなんだろう、最初の方は お行儀がいい方々がいらっしゃるんですけど、徐々に最近はお行儀が悪くなって、つまりどういう意味かというと、あの前半戦にビジネスカンファレンスとかが固まってるので、あのお行儀いいんですけど、あの後半になってくると、あの街中であのそこら中であのなんかレイブパーティーが起こってたりとか、なんか、これは何のイベントなんですかって、いやサウスバイとは関係ないけど野良サウスバイだよみたいな人が現れたりとかですね、もはやわけのわからない世界になってるっていうのがありまして、で最近はなんか近年はハイブリッド開催が、なんかあってますと。でアメリカのコロナ感染者どうなってるのかをちょっと、あ、サウスバイ、 ありがとうございます。空いてますか今は。いや、まあでもやっぱ、まあ、僕自身サウスバイ初めてなんで、まあ多分おそらく昔はもっと混んでたんだろうなと思いながら、でもこんな感じでちゃんと土日はすごい混んでましたね。なんか綺麗、オースティンむちゃむちゃ綺麗ですよ。あ、いや、というよりなんかあの、はい、あのいい感じだ、そんなガチャガチャ感がない。あ、でも昨日の夜とか街歩いてたら、やっぱそういった今吉さん言ったちょっとしたガチャガチャ感なものが、 あとなんか音鳴ってる人とかがいたりしますか。はいはいはい、でも誰もマスクしてない、なんかすごい、あ、1人いた、マスクは少ないですね、やっぱマスク本当少ないですね、はい、あ、いい感じ。これがまあ僕らが出店してたウェールネスエキスポっていうとこですね、はい、はい、コンベンションホール、まあ、あー、え、これってあそこですか、ヒルトンの前じゃなくて、これヒルトンの前じゃなくて、もう一個のなんだっけ、パルマなんか、イベントセンターっていうところで、あ、ほんとだ、こんな感じで抹茶、抹茶してる、はい、抹茶盛り上がってました。これがあれ、昨日の禅のセッションですね。あ、ここはあそこはハイアットのところの隣、これはね、JW マリオ、あ、そうだ、マリオット、マリオットのところ、はい、でまあこう、
まあ、僕自身が現場で、まあ、お茶を作りながら、京都からあの川上さん、あの新興院の副住職に参加していただいて、はい、あのメディテーション、まあまあ、メディテーションというかあれですかね、スパークリング抹茶って僕らが提案している新しいなんか抹茶と炭酸掛け合わせた飲み物を使って、まあ、五感を使ってあのお茶を味わう、まあ、その時に起こる身体反応をまあ観察するみたいなことを、昨日、やってきました、はい、なるほどね。さて、マスクがない US、アメリカの新規コロナ感染者数を見てみましょう。デドゥンと、いやこれ予想外のグラフが今俺の目の前にあるんですけど、今1日3万9000人ぐらいしかかかってないんですね。だいぶ収まりましたよね。だからこの本当に少なさだ、はい、え、だって1月はまだ、はい、オミクロンがガーって来てたんですけど、うん、本当に2月3月とパタッと、はい、え、あれってだって、日本の方が今感染者多いんじゃないですか、下手したら、うん、4、5万人ぐらいたまにかかってる気がしますけど、へえ、すごいな。ワクチン3回目接種率が日本が 30.20%、 アメリカ 28.93、 世界は 18.35 と、はい、そんな感じでございます。でマスクの着用は、今月25日で、屋内の着用義務を廃止終了するとハワイが言ってるので、50州すべてマスクで着用義務がなくなります。なんであの公共交通機関は4月18日までですけど、とうとうコロナ明けですよ皆さん、なかったですね、はい、そうだな。なんかアメリカの人がほとんどですか、それともヨーロッパの人も結構いますか。アメリカの人がほとんどです、まあ、あとやっぱオースティン界隈の人が多いかなっていう印象がありますね。あ、まあ、ローカルっぽい人が多いですよね、はい、うん、そうかそうか。じゃああれですね、なんか他に日本企業で出展されてるのって何が来てます。今あのなんか ZOZO さんが結構大きなブースを作ってましたね、はい、例年だと電通とかね、博報堂とか広告代理店がやっぱ結構多いなと思ってるんですけど、広告系はあんまりないですか。なんかやっぱ大企業ほどちょっと動きにくかった部分はあるのかなっていうのは推察ですけど、あ、まあ、確かにそうかもしれないですね、はい、あ、なるほどなるほど、そっか。でもなんかトークテーマとしては皆さんどんなのが今日と流行ってます。それはねごめんなさい、僕もちゃんと見れてないで分かんないですけど、そうだよね、はい、例年はとかね、まあ、例年だと、まあ、サウスバイ結構あれげっていうか、まあ、なんかあのタイマーは超スーパーニュービジネスだとか、あの、うん、あとなんだろう、なんかそういうのすげえいっぱいあるんだよな。まあまあまあ、あの仮想通貨ブロックチェーン NFT みたいなのは多分すげえ好きな人多いだろうし、うんうんうん、あとプルーフオブステーク以降どうなるんだろうみたいな話もされてるし、あとは、うん、まあ、SNS 界隈の話だったりとかはしてるだろうなと思いつつ、でも例年だとやっぱソニーとか大きい企業がね、あのパビリオン的に貸し切ってやってたようなところは、はい、どっちかというと今ちっちゃくなってるってことですか。アメリカの大企業だとどこか出てます。今スラックが結構だか、まあ、大企業とかわかんないですか、大きいなんかやってましたね、まあ、はい、トツールとかあのなんだっけ、グループ の, あの RPA のやつとか、あのそういう系はこのコロナ禍で伸びてるところはそうかもしれないですね、確かに、うん、なるほどな。はあ、はあはあ、なんか全然なんか僕は最近近頃アメリカ行けなくて辛いんですけど、あのみんなコロナの話とかしてます、してないですか。今何の話してますか、まあ、いやなんかそれこそ、まあ、今回、まあ、初めて、まあ、だから2年前に CES、まあ、コロナ前の最後のリアルがあって、うん、まあ、それで2年ぶりにリアルのなんかサウスバイが帰ってきた感じ で、うん、でやっぱこうウィズコロナ感はやっぱ一部はまだ残ってて、やっぱそのなんですかワクチン、まあ、証明書、うん、まあ、それがあのクリアっていうなんかアプリ上でなんかその、まあ、情報を入れておくとそれを見せるだけで、まあ、中に入れるとかそういったちゃんとチェックはしてるんだけども、うん、まあ、プラスなんかこう会場内は基本マスク着用、スピーカーもマスク着用とかなんか直前にもアナウンスあったんだけど、そこら辺は誰もなんかもはやもう守れないみたいなところが、まあ今入り口ではだから一応ね、まあワクチン打ってますよとか、まあそのワクチン受けてない人のためにまあ PCR 検査場とかも結構巨大なあの部屋が用意されてたんですけど、それもほぼ誰も使ってないみたいな感じで、まあだから、まあ、ワクチン打ってちゃんと動ける人が中に入って、その中ではもうマスクも外して、まあ、もはやもうする必要ないでしょみたいな感じで、まあ、なんか動き回ってるっていうのが、なんか今回のこのイベントですかね。ああ、なるほどね。あ、まあ、でも理想的な状態では確かにあるかもしれないな。はあ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 、あ、そうか、なるほど。なんかいや、例年サウスバイ、そこの、なんだっけ、いわゆる結構、なんだろう、セスっぽさ、もうある感じじゃないですか。
ある感じなんですけど、なんかそれがセスっぽくなくて割とローカルっぽくなってるのは結構特徴だなって個人的には思ってるけど、そうするとでも音楽のイベントとしては逆に結構楽しそうだなとか思ったりとか、なんかそんなことを考えていましたけれども、うん、でもオンラインの方はね、僕もあのちょうど一昨日かなぐらいから見させていただいてて、あの割かし楽しそうにやってるなとは思ってて、であと、まあ、チャットしたりとか、あのソーシャルネットワーク的な交流っていうのは、まあ、やれやすくいい状態にはなったかなという感じはしているって感じかな。なるほど。他には何か質問は、米国では人々のリアルへの欲求は相当に高かったりするのでしょうか。国ごとの違い感じますか。まあそうですね、まあ、国民性も違うし、何ですかね、うん、まあ、それこそフランス、なんか、まあ、挨拶の仕方とっても間違うじゃないですか。やっぱハグとかで、まあ、握手は絶対するし、それやっちゃダメっていうのが、まあ、2年間だったので、まあ、あと、プラス、やっぱ、アメリカの方が、やっぱコロナ、正直ひどかったんですよね、初期は。やっぱ2020年、まあ、21年の、そうですね、春までは結構やっぱ、日本の方が、まあ、ちょっと不思議とうまくいってる状態が続いてて、まあ、日本の、アメリカの方がやっぱ全然どん底で、まあやっぱ本当に多くの人亡くなってるし、やっぱ死がものすごくまあ身近だったので、なんかやっぱ、うん、全然そこはやっぱ大前提としてやっぱ違うし、まあそれもあるから、なんかこう、まあ僕自身やっぱそのなんつうかね、あのそういった環境の中でやっぱ死が身近にあると、やっぱまあ生かされてる状態になるので、まあ生かされてるのであれば、まあじゃあ前向きに生きようっていう、まあ、気にはまあ回ってくるので、だったらやっぱこう、まあね、そういう人はやっぱ、まあ、元々の挨拶とかも違うし、多分そういった環境も違うし、でも、もうこうなって、で、ワクチンも打ったし、もういいじゃんっていう感じで今爆発してるっていう感じかなと思いますけど、ね。なるほどね。いや、なんか個人的にはちょうど3日か4日ぐらい前になんか、北九州でイベントかなんかやってて、1週間前だったかな、もう忘れちゃいましたけど、なんかその頃になんか久しぶりに人と握手したんですよ。うん、握手したの2年ぶりぐらいだなって俺思ってなんか握手してくださいって言われて、握手かとかいいんですかって、いいの握手しちゃって僕とみたいな感じになって、あ、なんかでも US だともうそういうの特にないってことですよね。まあだから今回サウスバイではまあ普通にこう回った人が握手してたんで、まあまあいよいよ戻ってきてるなっていう感じ。確かになんかもう割と私はなんか握手するのは大好きだったのに、もはや握手するの超したくないって世界観に移行しちゃってるからいやーすごいなー、これはなんかなかなかいつ慣れるんだろう、元に、なんかあれですね、なんかね、久しぶりにスキー始めるみたいな感じになってしまってるような気がします、ね。まあそうですね、確かにやっぱなんかほぼほぼ US もゼロコロナに近づいてんだと思ってるんですけど、はい、言うてきっと、つまりそうですね、はい、でなんで多分これからきっと再開してっても感染者増えないし、なんかもう普通に戻ってくんだろうなと思う反面、日本ってそこまで全員かかったかなっていうとかかってない感じなので、あの、なんかもうちょっとスタートダッシュが緩そうなんだけど、なんか今後どうやっていったらいいかなとか、あの今後なんだろう、どうこの対面価値を回復させていったらいいかなっていうことをすごい考えるんですけど、なんか、塚田さん久しぶりに対面イベントに出て、何が一番あれこれ対面久しぶりでちょっとパニクるなみたいなことありました？なんか、あ、でもやっぱね、オースティンに入ってくるときには一応、まあ、僕日本人なんで、はい、そういったガイドラインとか、あ、マスクしてやんのかと思ってマスクも大量持ってきて、はいはいはい、でもね、まあ最初バッジ取るときもちゃんとそのワクチン証明とかやって、まあそれちゃんとやってたら中入るとあれみたいな感じでみんな誰もしてないし、なんかもう、まあ変な話だからこう、まあ5に入れたら5に従いで、やっぱ中でこう、まあマスクしてない人が多い中で自分がしてると、あ、この人はなんか事情があってマスクしてるのねっていう、なんかまあ見え方、ワクチン打てないとかとかだし、まあ逆にブースを守ってる側の方が、だからお客さんが多分寄りにくいですよね。なんかマスクしてると。まあ、僕はやっぱお客さんと来ても話したいですし、良さを知ってほしいんで、もう常にまあウェルカム状態な中では、やっぱこれはもうマスクしない方がお客さんも寄ってきやすいんだろうなっていう、まあそこが大きなパラダイムシフトというか、まあ、ね、アンダーコロナだと、まあ、マスクしてないと寄ってこないじゃないですか。他の人危ないんだけど、
そこがマスクしてないのもサインだし、もうそれも相手に合わせる。まあだから握手するんだったら握手するだし、まあだからまあ、それで、まあ大丈夫かなってちょっとした不安はよぎますけど、まあでももう大丈夫だとこう。はい、全員がそうならそうですね。なんかジャパンがそのマインドに行き着くにはあと5世紀ぐらいかかりそうなんですけど、どうしたらいいですか？どうしたらいいですか？いや、僕、お茶自身それが正しいんだろうなって思うのは、これを一杯飲むとなんかこれにか効きますっていうことは決してなくて、長期的に飲むことによって緩やかに効いて緩やかな相関がまあ見られます。まあ、だからこうそれを毎日飲むことでまあいいんじゃないかっていうふうに僕は理解するし、まあなんかそういったものであればあるほど、まあ僕自身やっぱこう、まあ毎日お茶を飲むことによってすごい健康になっていくし、まあそういったことがまあアメリカ人含め、まあ日本人もですけども、世界の人がそういった状況に作っていくことができたら、まあ心も落ち着いて健康になって、プラスお茶の要は需要を作ることで日本のまあ生産者としても、まあいわゆるなんですかね、やっぱ高品質海外用のこういうものだったら、まあ、ちゃんと高い値段で売れますよっていう状態を作れたら、まあ、それ生産者にもまあ還元できますし、いいお茶を広めることによって滑らかな社会とか全てがちゃんとこう循環する。で、まあみんななんか心もピースフルになって、なんかまあ僕ができることとしては多分そういうことになるので、まあ生かされた、まあ、命ある限り、まあそういったところで頑張っていくのがいいかなと思って今頑張ってます。